インターナショナルカップアジアオセアニア地区予選。スタジアムを埋めたサポーターたちが大きな声援を送っています。この時間はカタール対スジュンバダ、こちらの一戦をお届けいたします。ナショナルアンセムをお聞きいただきましょう。カタール国歌です。このゲームは 5-3-2 のシステムで今日来ているようなんですが、北澤さん、上には2枚というシステムになりますか。まあ、いいフォワードがいるからこのシステムにしているのかなと思いますけどね、うん、これだけ5バックにしておきながら2トップという考え方もね、はい、なかなか難しいですけども、ただ大きな選手を使えるとターゲットになってロングボールを入れていくという感じなので、しっかり守っておいて前線にロングボールを入れていくという狙いがあるのかなと思いますけどね、はい、でこの2トップの間にもこれ役割の分担ということがこれはあると見ていいんでしょうか。そうですね、あの2トップなので、まあ、ボールをキープして1人はシャドウ的に受けていく、まあ、セカンドボールをこう拾いながらまた隅につなげていけるというちょっとシンプルな形を狙ったのかなと思いますけどね、はい、さあご覧のようにゲームはすでに始まっております。インターナショナルカップアジアオセアニア地区予選カタール対スジュンバダ、サイド紹介です。向かって右のエンドから攻めるのはスジュンバダ、そして左にエンドを取ります。シュート決まった、先制。これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さん、どうご覧になりますか。そうですね、得意の形でしたし、相手もついてこれなかったですからね。チームとしてのストロングポイントで奪ったゴールですからね、これは自信深まりますよね。この早い段階で先制しました。いや、大きいですねこのゴール、はい、リードしたこともありますけども、ゲームの主導権を握る上では非常に有利な得点と言いますよ ね。 そうですね、この後も流れに乗りたいでしょうね。縦へのボール、絶対打った、これ仕掛けるか、チャンスを演出できるか、スペースを狙った、いい展開ですね。長いボール縦へ、さあここでカウンター、プレッシャー、ルーズになる、裏へのスルーパス、前線へ大きなフィードです。スルーパスを出す、収まったフリーだ、シュート、もらってからシュートまでの流れ非常に速かったですね。シュート打つまでのリズムが非常に速いですよね。あのスピードでこれだけ鋭いシュートが打てるっていうのは素晴らしいですよね。
カタール今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。スルーパスを狙う、タール先ほどからサイドバックが随分と高い位置を取っていますね。そうですね、全体的に押し上げるイメージで、はい、相手が引いている時なんかには有効な戦術になりますよね。ただサイドの裏のスペースのケアは必要になってくると思うので、はい、中盤の選手が1枚下がってバランスを取るなどした方がいいですよね。まあ攻守の切り替え、まさにこれがポイントですよね。そうですね。このパスはキーパーへ。仕掛けるか、ここかわす、シュート、来た、追加点、追加点が決まりました。これで差は2点。これは華麗なスルーパスからのゴール、タイミング素晴らしかったですね。いや、いい形でしたよね。なんといっても出しのタイミングでしょうね。そして受ける側も入り方が非常に良かったですよね。さらに1点を追加し2対0としています。不順バタとしては 2-0 リードは大きいですよ ね。まずゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、しっかり今日は自分たちのサッカーができてるってことなんじゃないかなと思いますね。なるほど。クロスボールにスペースを狙う、抜けてくる、ここはキーパー処理しました。大きくサイドチェンジ、長いパスがつながります。ロドリゴ・タバタ、プレスからボールがこぼれる。さあカウンターを仕掛けます。で前を向けるか、スルーパス、シュート、来た、この短時間で追加点。前半30分を過ぎたところです。
イドを使います。パスをつなぎます。いけるか、これは収まりませんでした。止めてからシュートまでは本当に完璧でしたけどもね。今のボールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、ここになるような見事なカウンターだったんですよね。現在圧倒的な強さを見せています。裏へ出るか、これは繋がりませんでした。果敢な攻めが印象に残ります。スジュンバダ着実にゴールを重ねて折り返します。調子の良さが現れた前半でした。相手に得点を与えなかったというところも評価できますよね。内容も悪くないですし、本当に素晴らしいですよね。インターナショナルカップアジアオセアニア地区予選、カタール対スジュンバダ。スジュンバダ大量リードで後半を迎えます。では後半見ていきましょう。長いボール縦へ、さあ一人で持っていくと、これはつながりません。カウンターを仕掛けます。裏のスペースを狙う、シュートレンズです。抜けてくる、なんと倒された。 PK です。ここで PK。
いやーやってしまいましたね。ペナルティーキックを与えています。ここでチャンスを迎えています。ここは確実に決めてね、勢いつけたいですよね。冷静に押し込みました。読み勝ちですね。しっかりキーパーの逆をついてきましたからね。さあカタール、チームとしての意地を見せます。裏へ届くか。危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。ここでファールがありました。組み立てながら攻め上がっていく。右サイドへ振って長いボールを送ります。さあここでカウンター。プレッシャー、ここでファウルがありました。かなり裏へのスルーパスを警戒しているみたいですよね。先ほどからディフェンス陣が相手選手に対して少し距離を置くように守備をしてますよね。なるほど、確かにスルーパスに備えているっていうような印象ですね。まあディフェンダーとしては自分のゴールに背を向けて守れているうちは割と安全なんですけどね、うん、その逆は失点やファウルのリスクが高まるピンチのシーンがほとんどですからね、はい、とにかく裏に抜け出されないようなポジショニングを心がけるような指示があったんですよね、うん、ポジションが全てっていうところです。シュート、オフサイドですね。キーパーから前線へ。カタール奪い返します。大きく縦へ。ロドリゴ・タバタ抜けてくる。素晴らしい、シュートに持っていくための今のファーストタッチ素晴らしかったですね。まあボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを固めてたんですよね。なので必然的にボールコントロールもシュートもうまくいったということじゃないでしょうかね。さあカタール、流れを変える1点となるんでしょうか。いや、こう立て続けですと勢い感じますよね。チームがこういい状況になってますよね。そうですね。さあ一気にカウンター。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。不純バカとしては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今は守備に集中して隙があったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどね。スルーパスを出す。パスを狙う、裏へ飛び出した、打つか、シュート、
スジュンバだ。ここはクリアでピンチを出します。カウンターを仕掛けていきます。先ほどから厳しくチェックされています。まあ、今日は目立ってますからね。点も取ってますしシュートも決めてますから相手としては抑えておかなければいけませんよね。ロドリゴ・タバタ、さあカウンターのチャンスになります。カターン、ここでファウルをもらいます。フリーキックのチャンス、1点締めておきたい。シュート、スジュンバだ。完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン。ロドリゴ・タバタ、縦組み立てる。スペース、いいボール出たんですけどね。激しいボールの奪い合い、ここでファウルがありました。注意に終わります。これは奪い返します。縦へのボール、長いボール縦へ、さあつながるか。ここはすぐ奪い返します。スジュンバだ。この辺は人に対して厳しくいってますよね。ボールの奪い合い激しいものがあります。シュート、シーマーゴ、追加点には至りません。決まってればもうゲームが決まってますよね。これね、ここで見せてくれました。おっと、ここでイエローが出ました。おそらくこれは一つ前で起こった接触のやつじゃないでしょうかね。スジュンバだ、2本目のコーナーキック。スジュンバ、キーパー、絶好のチャンス、守りに来ました。今の決められていたら3点差ですからね。かなり厳しい状況になってしまったんですよね。首の皮1枚つながったというシーンですよね。ルーズボール、裏へのスリーパス、さあここクリアで波を逃れます。さあカウンターを仕掛けます。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。裏を狙う、シュートがあります。このボールはつながります。シュート、追加点、点差は3点。試合が決まってしまうのか。今のはキーパーと言わないコースに鮮やかに決めていきました。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。打ち込んでいったシュートになりましたね。これは両チーム同じタイミングで
ロングボールを入れてきます。ロドリゴ・タバタ、素早いパスで攻め上がっていきます。激しいボールを奪います。レフリー2番を引きますね。さあ、このスピードを上げたいところ。大差で勝ちました。北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。スジュンバタとしてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。はい、ありがとうございます。そろそろ放送時間もなくなってきました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。インターナショナルカップアジアオセアニア地区予選、スジュンバダ見事勝ち点3をものにしています。